2023年2月2日、サトシウチライブでございます。明日はいよいよですね、節分ということになりますけれども、今日ですね、2021年の11月ですね、おととしね、老人ホームで一人で宿泊勤務をしていてね、入居者のね、当時72歳の男にね、金槌でね、惨殺された、女性介護労働者のね、ご遺族、娘さんたちですね。このほど老人ホームをね、経営する会社をね、訴えたということでご紹介したと思います。介護現場でね、働く職員のね、安全確保にね、目が向くきっかけになればというね、思いをね、この訴えられたね、ご遺族、持っておられますけどもね、私もね、現役の介護福祉士としてね、もう本当にその、ね、大変ね、その思いね、共有をいたします。我々介護職員がね、入居者ね、お年寄りと障害者に対してね、暴力をしたりね、暴言をしたらね、これは虐待ですよ。ね、これは虐待。ね、もうそれも明らかですよね。しかしですね、入居者ね、からね、じゃあ介護職員の、ね、暴力とかね、セクハラっていうのはね、もう事実上ね、不問に付されてきました。ずーっと。はっきり言うと。で特に、ね、年配の女性労働者の中にはね、そういうものだというね、諦めの方が、ね、島方の方がね、多いように、ね、私ね、感じますね。それは、そう思います。はっきり言うと。でね、労災の、ね、申請もね、なんかされないような方もね、特に年配の女性労働者の方、ね、多いのかなと思います。一つは何かね、そういう、なんていうかな、プライドみたいなものがね、あるのかなというのはね、思うんだけど、なかなかちょっと私ね、そこがね、なかなか正直ね、理解しがたいところあるんだけど。とにかくね、暴力や、ね、セクハラ傾向があるお年寄りもね、無差別でなくね、現実はね、弱そうな相手を狙っているというふうに私もね、傍から見て感じることありますよね。露骨にね、お風呂入るときはね、女性に介助してもらわないと嫌だっていうね、男性のね、お年寄りとか障害者もいらっしゃったりね。しかしそういうものだということでね、もう何もね、対策を講じないのっていかがなもんでしょうか。で、その延長線上にね、今回の事件がね、あったんじゃないんですかね。今回の事件ではね、3日前にね、他の入居者に対してこのね、72歳のね、男が暴行傷害をしていた。それからその10日前にはね、別の職員に椅子を投げるって。ほんとプロレスかってね、いう感じのことを言ったとして。最近の72歳ってね、もう正直若い人とね、遜色ないぐらいね、身体機能ある人も多いですよね。で、そういう人は暴走すればほんとシャレになりません。他の入居者のね、命に関わる場合も出てくる。ね。本当にね、事業者はね、いわゆる会社側は十分に危険をね、予見できたはずだと思いますよ。ね。正直、他のね、利用者やね、職員のね、安全に対する脅威になる。ね、お年寄りや障害者。これ、来られることは前提に体制を整備しないといけない。ただ、その場合ね、虐待には絶対なっちゃいけない。そうすると、ね、一人一人のね、お年寄りや障害者の方に、ね、丁寧に対応していくっていう方法しかないね。で、その丁寧に対応するにはね、いわゆるワンオペのね、夜勤ってこれは絶対に無理ですよ。ね。IT 化をね、口実に、ね、職員の配置基準を減らそうってね、岸田総理、もくろんでおられますけどね、あなたのやってることね、本当、全くあるべき方向とはあべこべだということはね、申し上げておきたいと思います。安全確保もしてもらえず、給料アップも不十分でね、本当、外国人も含む、ね、若い人もね、介護の仕事に就こうとしなくなる。これ本当に崩壊してしまいます。ね、これなんとかせにはいけまというふうに思いますね。みんな、なんとかするためにもね、私、佐藤修一、広島県議会でも頑張ってまいります。皆様はね、ご支援ね、ご指導を付して、よろしくお願い申し上げまして。明日はね、祇園新橋駅の東側に、これ、外線場所変更いたしますけどもね、ぜひね、どこかでね、またお会いいたしましょう。そして、また、ほんと、しつこいなと思われるかもしれませんがね、お前、寒波の方ね、ほんと、まだまだでございます。ね、本当にね、伏して、よろしくお願い申し上げまして、私、佐藤修一の、本日のね、放送をね、終わらせていただきます。最後までご協力、誠にありがとうございました。失礼いたします。